い、じゃあ2つトーナメントは、まあ3試合ないし2試合で抜けになりますね。第61回ストリートファイター4ランキングバトル、はい、じゃあ復活トーナメント1戦目、スポキッシュ VS チロル。まあまあ0回転なんでここは3回勝てば偉い。押し込んでいくのはスポキッシュ、フレームが当たって集中系、そんなバカな。はい、1ランダザットリースポキッシュ、ダイヤシここはゲージ吐いて判定出し、中足セビよ、セビで耐えたものの送りあるな、セビ剣のワーゾンスタメン、ここなんとは何だったのか、長中大軍ここは牽制綺麗にさばいていきます、白の取り返して1-1、大事なの花から面倒くさいのかな、でも血の足がやっぱ面倒くさいのか、これは血の足パパが面倒くさいですよね、ダルビーなんでラインを上げながら海でラインを返して後ろへ、画面中央、画面中央維持、ハニワガード、ワンチャンあるか、ダメだし、それは嫌と、ジェイジャッケめぐり、中足からゲージが、ゲージを使わない、痛いけど、ワンチャンある？ある？風車セミ、はいはいはい、風車セミコン、勝ったらチロル。はい、では2戦目、ここですね、 OST VS ゴッブ、なお兄弟の進行ですが、決勝トーナメントのベスト8が始まるまでは2大進行、決勝トーナメントのベスト8までは2大進行で進めていきます。兄弟ハイジャー復活2戦目、ゴーヒカル VS OST、 残念不在のゴール、この手触りが何とも言えないんですよとか言いながら中盤にクリアしてくるのを想像するとめっちゃおもろい、この手触りが何とも言えないんですよと言いながらの中パンチ、ちょっと想像してみてください、めっちゃ面白いでしょ、体力リーダー OST、 OST 対応、もう引っ張る、合わせない、合わせた、合わせるな、まだ合わせるような展開じゃない、あー吸っちゃう、パラドン、吸っちゃう、パラドン打撃、あー暴れるか、強気暴れ、第1ラウンド OST、 第2ラウンド、大K、やっぱりキックオーブラブラリさせて大K っつうのがなかなかいいです、届かず、ここまではやはり OST の対応がうまい、DX バリファーストポイントしているバリ、来ましたね、OST の確認戦ですキャッコドヤ顔、最後チュンビー勝ったのは OST チュンビー、3試合目、ここ先やります亀之助 VS チロル、亀之助 VS チロルでやらせていただきます、 B 兄弟勝ったのはニューシュバウターでは1位に決定
ヶ月で一番上げてみてくださいよ。これはすごい。 Let's get started! Fight! はい、3戦目亀之助バーサスチロル誠バーサスジュリよっ。まあ、弾があるんで簡単に弱らせたくないんだが、で、あて置いてある。この辺チロルさんやっぱうまい。なんか勝ち抜きマグロもグラマスのポケにかけて酔って触ってクンズホグレス手中戦としたいけどエンジン発動。あーあわわわあわわ JYP 風車ああいう力風車殺して無敵。突然の天中戦なんで天中戦なんで第1ラウンド、亀之助これが亀之助ですよ。言わせてもらったらなんですけど来ましたね、第2ラウンドセミカウンター、きっちり空中スイング。投げたら寄ってダイヤシーン、仕込んである。バクテガリです。次、次が、ブルーシャーからのここはガッツリした。細かくバイダー行けピオリスというわけで勝ったのは亀之助。そんなバカだ。連戦ですが抜け戦やります。亀之助 VS OST 抜け戦さっきやります。問い目にいますはい、問い目にいますデスティネーションコンファガラスのシャワー。行きましょう。第61回ストリートファイターのランキングバトル敗者復活トーナメント抜け戦その1、亀之助 VS OST。 1ヶ月で BP を一番上げてきた亀之助マグロ、何かがこの男の中で弾けたみたいな感じでしょうか。ダイスは京都8、押しも押されも出る京都を代表する中心1回 OST。 第1ラウンド OST が優勢。丁寧に暴れる。とか言っときながら B 兄弟がニュースシマウター、1位通過がニュースシマウター、イブキ、2位通過がマジンブーキャミーとなります。じゃあ敗者復活トーナメント連戦させていただきます。マジンブー VS アイアンソー、 B 兄弟でマジンブー対アイアンソーと試合をさせていただきます。はーい、問い目にいますね。問い目にいます。 1B 通過で B 兄弟でお願いします。第1ラウンド OSP。1ラウンドスピーバーで拒否って投げはず。おろしガード、こういうところで余分なダメージを食らいたくはない。次ロックバースピーバーすぐ返す。体力リードは亀之助。正直何が当たっても死にかねないこの体力。亀之助寄るか、剣が出ない。おろしが入れ込みはなくしてリード亀之助。 OST 粘る、 OST 粘る、ハザンガード、これも余分なダメージを受けないための対策。体形体形逆転、飛行剣 EX 飛行剣勝ったのは OST。 まずはハイフ続け OST チュンリーとなります。進行で進めさせていただきます。ベスト8より1台進行をさせていただきます。さて A 兄弟即揃いの木馬2位通過、いいですね2位通過。対するは久々に遊びに来たらラッパでやったら出てみた的なラロッカさん、知る人ぞ知るラロッカさん、京都の格好プレイヤーが一番名前を聞いたことがあるかもしれない。ハイストーナメントの5戦目です。ゾクトロイの木馬 VS ラロッカ。ソニック空投げ、ここは丁寧に中段ガードから壊しのセミカウンター引き上げ、おっとちょっと安かったな。投げて中央ガメ足のプレッシャーをかけ続けるのはラロッカ。めくりと見せかけて剣はしゃがみ中ピンテスト
突き上げないけど、からっさー、このごまかし。いや、サスケプレイヤーとしては熱気を感じる。第1ラウンドはロッカー、この展開力。正中線5段付き。第2ラウンド、What will happen now? Fight! ソニックブーム、ソニックブーム、ソニックブーム、これはガード決めた。うーんと地獄が当たってしまうんで漏れてしまった。マジか。すげー、コアチェスト。だがイエクソマは体力リードはちょっとないと僕は。あーバックミー、 B 兄弟勝てばアイアンソン、アイアンソンマクド連戦です。 B 兄弟連戦です。アイアンソン VS ポンスケ、アイアンソン、あってなってな、アイアンソン VS ポンスケやります。はいはい、B 兄弟で試合をお願いします。冷静ですが、アイアンソン VS ポンスケでさせていただきます。 A 兄弟第3ラウンド、イエス様のバック手を変わる手段、あんな知らんし、あれはね、そこをやってないと分かりませんよね。体力リーダーゾクトロイの木馬ガイル、テストガードした角がガイルか、ガイルここからラロッカ寄る、スルゲーチェスト引き上げ、スレージ相手サバーですよね。体力5分寄ってった、当たってた。で最後はサバーヒットを勝ったがゾクトロイの僕は、いやー JYP ガード当たっちゃうかみたいなこの表情。勝ったのはゾクトロイの僕は。ヤブヤク中からおろしか。さて見ていきましょう。来ましたね、アチョ最強のランバットがついに移り変わりました。第61回ストリートファイターもランキングバトル決勝トーナメントベスト12の1戦目はニューシマウタ VS キッド。 B 兄弟勝てばポンスケでやつ決戦、ポンスケ対ポンスケ VS ドクトロイの木馬。 B 兄弟でポンスケ対ドクトロイの木馬の試合を行います。今回でポンスケ VS ゾクトロイの僕がの試合を行わせていただきます。はい、ワンピース読んでください。さて兄弟、まずはニューシバウタがリード、ちょっとずつ非常にリード詰めてきた。ここはウルボン打たすからのダウンアップあるのか、甘えさせないか。コパコパ首よりゲージオゾン、そうきますか。スムージーからの EX から切り V 第1ラウンドニューシバウタ来た。ダッシュグランドストレート、ダッシュグランドストレートって結構かっこいいですよね名前。ヒットがダイレクトリードだがコンパこれかって、ロック中継ダメージライダーで締めて、わからん思ってかな。ライダーで締めて、今度はゲージを入って脱出、厳しいターンはガード中段通しちゃう。アリフトね、アリメンはお願い投げ外せ、クラブスウェイト、あーしょうがねえ、で、アキまで勝ったのはニューシマウタ。はい、では2戦目 OST VS ポイフル、ジャンケンションワンピース2戦目で B 兄弟でお願いします。 Are you ready? Fight! さて A 兄弟ベスト12の2戦目ポイフル VS OST、 かなり辛いブロックだったはずだが上がりきったのはこのポイフルコーディ。しかし今日は排出から抜けてだいぶ温まってきている OST。 まずは第1ラウンド選手、Pick up the pace. Fight! 第2ラウンドまずはバットストーン投げて嫌がらせをしていくポイフル。この嫌がらせね結構バカにならなくてラインがガンガン上がるんですよ。セビで解決しに行った OST。 じゃあ B 兄弟、ヤマさんさんとファントムソウルから試合お願いします。
守備。ハッ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 、じわりじわりとラインを詰める。バッドストーンに対して警戒を続けているOSTだが、ポイズンのフェイント、フェイント含み寄っていくが落ちない。投げを通して JYP、 足が通るが出足なんだよ。あれ暴れた。だが潰しの駒残った。やったいけタイプ飛ばせて落とす理想の太陽勢。勝ったのは OST。 それではベスト12最後の試合、ポンスケ VS 飛翔ウサギ。 A 兄弟ポンスケ VS第71回ランキングバトル決勝トーナメントベスト12の最終戦、飛翔 VS ポンスケ。下がっとけん。お互いランバーと黎明期のプレイヤー、ハイダーフェニックで初級無人派なんかが全国準優勝してから、なんかもうちょっとストフォー盛り上げようやっていう話をして、ランキングバトルがアチョで始まったわけなんですが、その頃京都のトップに君臨していたのがこのヒロさん、そしてあの人が出てきたプレイヤーの一人だったのがポンスケ。第1ラウンドはまあまあ風格ですかね。飛翔が何もさせません。見てた方がヤマサンバル第2ラウンド、本当にこれは試練の時、この男に立って俺が京都を引き継ぎますみたいな、そんなかっこいいことを言いたい、そういうかっこいいセリフが多分大好き。コウスケさん中間距離セビから投げる移動投げからのセビー、ここはバックスで拒否。ショーもこんなタクはしない。勝利強く打つ、投げてベイフリー、まだわからない体力が5分。ゴブ状況、同時間を使っていく。6中継から、だがここワロンさん残るんかな、これ残ります。あと削り3、4回ぐらい戦える。とりあえず竜巻で抜けて届く、超えた。ポンスケよく見てる、いちいち。第3ラウンド、まずはポンスケ投げまで通して先飛び、ここはバックステ、もちろん火を抵抗、ローリスに、ローリスに殺すべくして殺す。セビは空振り、セビスカーリー手つきなし、竜巻寄ってきた、中足肩がセビ、ここは耐える、ガードで耐え、大足が通る、アパカまでセビーマーク、体力リードを生かしてポンスケ拒否。リーダーポンスケゲージもある、師匠どうする、あーっと詰ませていった、一気に奪う。ポンスケ攻める、ギフタード、ポンスケ前に出たい、前に出た、うーん腰が痛い、波動で押し返す、この体力差コビースーピー波動し、どうだろう、どうする、相打ち、勝ったのはポンスケ。ここでポンスケ勝利、やりきったか、このやりきった男の顔。さて今日のランキングバトルはね、本当に僕のテンションだけだだ上がりなんですよ。第61回ストリートファイターのランキングバトル参加人数34名、記録更新。決勝トーナメントベスト8第1戦はブルー VS OST、 遅れてきたのブルーフェイロン、それに対して今日の足 OST が立ちはだかる。2発3発打ち切った大足、隠して大剣中間距離、大容量出していきたい、100連これも確定のはず。セビ前からこれガード、マニアックが中ピーで止める、大 K OST かなり完璧な対応、中継か
おい、最後も6周系、俺の負けだ。いや、綺麗に対応していった第1ラウンド OST。 第2ラウンド、今の1ラウンドを見せてブルーがどのように星を変えていくか。大ピン、足元が強い。冒険を吐きながらラインを返していきたい OSC。 ジャンプジャンプのダイまでクータイプ狙っていたか。セミコアから、グラコアからドヤシタイプ、トミが通って密着戦になりたい、寄っていきたい。逆列押し返しただけ、ラインが変わるか。投げてセットプレイしない、詳しい大剣いいな。 OSP だな、セミ寄ってくれ、スピーまで返す、デックアップ。一気に押していった、体力差まだ OSP リード。こう当ててデックから支援はガード前足、よいしょなで勝ったのは OST。 今のあれですやん、レッツゴー OST ってやつですやん。ほんま遅かったわ俺、気づくの遅かった。安定そっちやもん。はい、2戦目ヤマさん VS エンミョン。というわけで見ていきましょう、ベスト8第2戦エンミョン VS ヤマさん。TV を見てる感じではこれからのプレイヤーのようにも見えるが、なんといっても1位通過、しかもあのゴーヒカルさんを倒しているということは割とザンギエフというか途方なりはしているような気はします。だがそれに対してもバルノブはちょっと難しいところがある。中段ヤマさんがどのように分からしていくか、ソバットからこっちに歩き中足連続性突破したい。だが最後も中足、バルノブ中足、さすがに同期より性能悪いと思うんですけど、第1ラウンドはヤマさん持続がない分ちょっと足先が長いかな。投げたのはエンミョン、バックステで拒否、ここはスカイハイクロ、足の外から投げる、めんどくさい。もう一回投げて、この中間距離、中足前を解決したい。どうなってんねこのバルログ中足。昇竜セミ投げ抜ける、守備通った。いやーでも投げダイビーバトソン EX 解決したい、寄ってくるが、ソバットの後続にもやっぱり中ピー冷たい。勝ったのはヤマさんバルログ。3試合目いきましょう、ポンスケ VS パープル。さーて3試合目、パープル VS ポンスケ。いやーランバトのベスト8からグラマス対決が見れるというのはやっぱり胸熱ですよ。パープル VS ポンスケ、下がって移動投げ、先生はポンスケから表が通る、ハンクまで画面足、やはり同義相手でラインを返していく、下がって移動投げからのタッチバックでくる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 、ユナイティからくるくるし中ピーまで。いやーいい第1ラウンドポンスケ。第2ラウンドキラキラしながらパーティーがペイントを取って大事でかいぞ。3割半取ってバーニング燃える、サンダーの追撃ダメージ加速、バーニング燃えてピヨッター、スリーフもサンダーサンダー、おっと壊したい球からワンコンボ、バーニング今さ中投げてワンチャンある、壊し勝利からネクストはバックペパープル抵抗、ポンスケ残りドット、さすがに大崩らし昇竜拳、さすがに2回は通せない。 EX バーニングまでパープル耐える、11大事なのか、落ちない、投げたのはワイパー、
初期攻めはめくれない。弱弱勝利。サンダーはガード。昇竜拳。ああなるほどね、差し返したがサンダー限ってない。ここからか。最後5名フェイスボーン。昇竜拳、昇竜ゼミ。あー苦しい。からの新竜拳。体力リアポーズで中遠距離。だがまだまだ一発で決まりかねない体力差。キラキラしている。体力リーダーポンスケ中間距離チャンスを伺うパープル。ポンスケ黙って黙って画面を見ているがフェイスも当たる。セミバック EX アドでまだ残る。どうする、どうするか。カウントが無常に減っていく。中間距離バーディング。テンポガード、テンポガード、テンポガード。トビが通ったもののサンダーはガード。ミスだ。フェイスもハンパー。勝ったのはパワープレイ。フェイスもを信じろ。4戦目ニューシマウタ VS ズッペルに違いない。Your destiny will be determined hereベスト8第4戦ニューシマウタ VS スミネちゃん。中継は潰しになるからの区内裏。おっとつなぎミス。ここはスミネちゃんきっちりセミバ押し込んでいたが首よりまあ見てから余裕ですね。表うわー厳しい。セミバウルコンは当たるんだ。だが風切、慌てず騒がず EX 風切。第1ラウンドニューシマウタ。第2ラウンド、第2ラウンド、なんで機内を逆に投げるしゲージを貯めたかったのか。だが波動を踏ましてツミネちゃんナイス上がる。超間に合っていない。お気攻め表から。だが第2ラウンド投げ外す。どうしよう。あれ通さないライト裏潰し与えて投げ通る。ワンチャン春風客。春風、いやここでは入れませんね。春風客最後の弱中まで勝ったのはニューシマウタ。準決勝第1試合 OST VS ヤマさん。見ていきましょう。第6回ランキングバトル決勝トーナメント準決勝第1試合 OST VS ヤマさん。チュンリーバローグ数をやるしかないといういいコメントが入っていた OST チュンリー。まだ中間距離壁足に詰めていたのはヤマさんだがシャバビダイパーでバローグの前を拒否。しかし投げて心の削り増えていく。ここまでは OST がかなりいい展開。強肩うまい大剣受け当たってしまう。大足差し返して今様子見来たか。ヤマさん投げ小足から投げは抜ける。だが投げる当たって拒否したか。中中中足、中剣何もしない。体力がボブ飛びからまだ途切れ。中足中段までこの画面足のマウント。第1ラウンド山さんバローグ我がブルクマイクバキって言った。第2ラウンドまだ聞こう。マイクロー途切らない。イエス。ここはセビッチ OK 確定返してヤマさんバックステで拒否。リーダー OST ラインを返していく。 OST ハイクロー、これはさすがに台足狙いてから投げが通る。マウントはバックステ切ったヤマさん。だから小足100です。 EX セラー出る。
バー、この仕返してリーダー OSD 殴れない。画面中央へゲージを食べる山さん、 OSD もゲージを食べて爪回収、強いし、ダイヤシ返す、パターンでケルーレ、最後は投げ届かず、コパンを差し返す。なるほどね、いちいち大体ラウンド5枚ラインを返して、中継で先制は OST、 パターンガード中 P 機構、ヤマさんラインを上げたいが投げで返していた OST、 コロコロ下がる、ラインを抱えながら立ち回りたい OST、 ヤマさんゲージを食べる、ハイクロアガード、ガメ足ドキッター、パターン流すだからない、スピーズなガメ足手を合わせてスマート、拒否を完全に読む、だが一度だけ暴れ、体力キーザー、体力キーザー、わずかに山田リード、ダイヤシー返した、守備、これはあれか、 OST が大抵スピバーの追撃、リードは OST、 大抵当てて山田さんどうする、とりあえず様子見した、ゲージを貯めて、ゲージを貯める、ダイヤシュ、最後はゲイキック、勝ったのは OST、 まずは OST、 2戦目パープル VS ニューシマウタ、準決勝2戦目ニューシマウタ VS パープル、マーニングはめくり、めくりガードをデビッタが拒切れない、投げは外した、先制パープル、さらにサンダーで4割半、なかなかめんどくさい体力差がついてしまうニューシマウタ、中足置いてある、ロック系緊張にならない、パープルの命拾い、30系からだが画面足のマウント、めくっただけ中断、大系バーニング、これはガード、代表マーニングじゃねえぞ、逆まで第1ラウンドは強くいったパープル、第2ラウンドベースボールでプレッシャーをかけていたパープル、削りがバカにならない、バーニングを壊して避けるというテクニック、だがめくりには無力か、台形表さがきりで返す、投げが通って少ない、拒否った、デビー見せたぜ、スポーリーダーパブル決める、中足で返して特殊ケアガード、セースも2発当たっていた、入れ替わる、置き止め、ジャッジ3組ガード、パブル拒否、特殊ケアガード、リードはニューシバウター、もうバリグバリグ、つぶしで勝利、勝ったらパープル、グラつぶし中 P、 3位決定戦いきましょう、ニューシマウタ VS ヤマさん、さてというわけで今日の3位決定戦ですね、3位決定戦ニューシマウタ VS ヤマさん、ランバの第4期になってからニューシマウタの一強体制がわずかずつ揺らいでいる、これはニューシマウタが弱くなったんじゃなくて周りのプレイヤーが伸びているからです、非常に面白い状況、現在の総事情、マクテガリー特殊系、だが中継は届かず、中イズナ中足から投げてリーチじゃねえの、バックジャンプ拒否ります、体力リーダーニューシマウタ区内が当たる、ここが刻んで前してから下まで歩き中足のガード、歩き中足行ってコロコロ投げれない、 EX イズナ出ず、危ないところ投げはグラップ区内ガード、中足ガード素顔を差し返してコロコロで削れ、投げ場合外、息吹の後ろ歩きは速い、さすがの JK、第1ラウンドニューシマウタ
第2ラウンドは通常投げスカリ、いや、たまりはたまらないよな。イズナで投げる、だが風切り、あ、フレアあれ大剣だから大足途中剣当たらない、だが画面足のマウントフォアからスライドまで負けだ、これがピオリ、勝ったのはニューシマウタ、3位がニューシマウタイブキ、4位がヤマサンバルログとなります。スカーゲーダン、まあ、確かに確かに行きましょう。デスティネーションコンファーム、何の何の不幸や。第61回ストリートファイター4ランキングバトル決勝、 OST vs バブルシュッティバイパー EH 対 CV、 まだ中間距離こう組ませて潰しやガードだが、コバナゲットトースサンターナックル、マニングは歩いて避けた、クータイク体力リーダー OST、 この辺の研究能に OST、 やはりキャラ対策がしっかりしているか、はい、前投げからのバーニングは打たせた、エビに変わる、だがスピバ時が早い、リーダー OST、 もう失敗が痛かったが最後は IG、 第1ラウンドはチュンリー OST、 第2ラウンドバーニングのフェイント何度か見せて、2タイプ対1タイプを封印していきたい、まだはガードスパイス投げ、はい我慢しなさいからの J2P、 潰しはガード、まだはガード、コパン通して OST 無理はしない、体力はわずかにパープル有利、ラインを上げるパープル、エースもフェイント、体力はボブ、バーニング燃やしていく、ガブヤシパターンで返す、だがこれは入れ込みはいけないところ、体力はわずかダブルユリ、画面中央お互いの狙い目、スペースも通らない、バーリングクータイクルから、何も取らず続いてサウカーで暴れる、だがコバコバコバないからの全力着丸、勝ったのは OST、 第61回ランキングバトル優勝は OST 順に拍手、いやー確かに確かにキャラ対ですね本当。